インターネットテレビウィル増刊号の山根です。本日は経済評論家の浅香豊さんをお招きしております。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。早速ですが、ただいま好評発売中のウィル7月号、はい、特集がプーチン敗北に大手、そうですね、ということで、まあ、ロシアの問題を多く扱っているんですけども、はいはい、今回お聞きしたいのは、ロシアはロシアでも、うん、あまり関係ないロシアゲートってありましたよね。ね、はい、あのトランプ大統領をめぐる、まあ、疑惑ロシアゲートなんて言われましたが、ね、あれ結局あれフェイクで、はい、いわゆるまあ盛りかけみたいなものだったっていう認識なんですが、はいろいろと今になって、はい、まあ、ポスポスと動きがまた見られているようで、うん、これ興味深いので少しお聞きしたいなと。そな、これそもそもなんですけど、はい、これ結構前の話になるんで、どういう疑惑だったかなってちょっと忘れちゃってる方も多いと思うんですが、ね、多いですよね、きっとね、はい、でこれ本当にね、そのアメリカ版盛りかけ騒動って言っていいもので、はい、これがまあ本当に面白いのは、日本は盛りかけ騒動はもう安倍さんやられる一方で、はい、もうなんとなくよくわかんない幕引きみたいな感じで終わっちゃっただけなんですが、まあ、今向こうはこの盛りかけを仕掛けたのはやつらだみたいな話になって、こうなんですかね、面白い大反撃が起こってるっていうところがね、あるわけなんですが、もともとどういう話だったかというと、2016年、アメリカの大統領選挙、この時はトランプさんが、まあ、大統領候補で出てきて、で民主党の側からはヒラリー・クリントンが出てきて、まあ、この2人で大統領選挙を戦っていた時に、トランプとロシアが結びついているんじゃないかみたいな、まあ、とんでもない話がですね、まあ、民主党の側からもうこれはもうはっきりもう意図的にやったと、もう言っちゃっていいと思うんですが、まあ、そういうことが行われて、まあ、スティール文書という、まあ、謀略文書が出てきましてですね、モスクワのホテルにトランプが泊まった時に売春婦を部屋に呼んでランチキ騒ぎをやりました。それをロシア政府にビデオ撮りされて、トランプはもうロシアに頭が上がらないんですみたいな、まあ、そんなあのむちゃくちゃなストーリーまで作り上げた、まあ、そんな文書が証拠文書だみたいな、まあ、そんな感じであの随分盛り上がってたっていう、まあ、とんでもない話ですよね。昔あのニクソン時代にウォーターギレート事件ってありましたよね、はい、それで、ニクソンがその退陣に追い込まれたわけですけども、これウォーターギレート事件よりさらに悪質なのが、これ民主党陣営だけじゃなくて、これFBI とか公的機関も関わってたっていうのだと思うんですが、うん、そうなんですよ、まさにその通りで、まあ、もちろんこれは民主党の方がもともと主導権を持つ形でもって、その謀略文書を出してそれをどうやって広げていくかみたいなことをもうやってたっていうのもあるんですけれども、これにこうするのがその FBI の内部にも民主党員がやっぱりいっぱいいてですね、でそれらと連動した動きにもうなってたんじゃないかっていうところが、まあ、非常にこう大きいところというか、まあその FBI に、そのトランプ陣営の盗聴をやらせるようなね、そういうようなことを、まあ、実際にやっていた、これが明らかになってるっていうのは面白いところですよね。でこのトランプ大統領は在任中、まあ、ずっとこのロシアゲートで、ね、やられてたじゃないですか、はい、で、まあ、弾劾裁判まで開かれて、まあ、結局弾劾は成立しなかったんですけど、まあ、当然なんですけどね、でその後トランプが、反転攻勢に出るという、これもどういった内容だったでしょうかね。あ、そうですね、で、まあ、とにかくあのものすごくこういじめられて3年ぐらい経って、はい、まあ、とりあえずそのモラー特別検察官という人が選ばれて、そのトランプの疑惑を追及するんだみたいなことを、まあ、やってて、結局モラーさん、この人もまあ民主党系の人なんですけれども、この人でも結局トランプを有罪っていうところまで追い込むことがまあできずに、まあ、結局トランプはまあ結局問題ないよというところで、結論がついたところで、まあ、ようやくトランプの方が、モラー特別検察官に代わって今度はダーラム特別検察官という別の特別検察官を任命して、でこれのその疑惑をその仕掛けてきた民主党の側をきっちり調べてくれということをまあやり始めたんだけれども、2020年の大統領選挙までには間に合わないような状態になって、で、去年の秋ぐらいから、まあ、ポツポツ面白い動きが
出てきて、まあ、ついにですねその民主党のその中心的な弁護士の一人である、はい、マイケル・サスマン弁護士という人がいるんですが、まあ、このマイケル・サスマン弁護士がですね FBI に対して嘘の証言をしていただろうということにおいての、はい、まあ、今の裁判がね開かれるところまで、はい、やってきたということになりますね。つまりこのロシア疑惑、ロシアゲートの大元ネタ元、うん、ガセネタを FBI につかましたのが、うん、この弁護士だわけですね。そういうことです。サスマン弁護士ですね。まずこのサスマン弁護士っていうのは、はい、これどういうスタンスの弁護士なんでしょうかね。ああ、そうですよね。サスマン弁護士は、まあ、そのヒラリーの、 その選挙陣営の、それのですねサイバーセキュリティ担当の、弁護士という位置づけであり、でさらにですね民主党と非常にその強い結びつきがある、まあ、お抱えの弁護士事務所といっていいパーキンス行為法律事務所というのがあるんですが、まあ、ここの法律事務所 の、 その中心的な弁護士のうちの一人であったというような、まあ、そんな感じでもうもろですね、もろ民主党もうど真ん中みたいな、まあ、そんな感じの弁護士ですね。でこのサスマン弁護士がこのガセネタを、うん、ジェームズ・ペーカー、うん、FBI の、うん、首席顧問に、はい、これ直接メールしたってことなんですけど、そういうことです。この2人はもともと知り合いだったんですね。もともと知り合いで、はい、まあ、友人関係にあったということも言われてたりしますね。つまりペーカー首席顧問も、うん、まあ、民主党側なんですかね。おそらくそうということでしょうね。はい。でそういうことで、でベーカーさんは当然ながらそのサスマン弁護士は民主党陣営の人だということは、まあ、分かってはいたわけなんですよね。で分かってはいたわけだから、じゃあこのねそのトランプさんに関してのこの話、疑惑というものを持ち込んできた時に、それってでも民主党の側から持ち込んでいるわけだから、それってその党派的に問題あるんじゃないと、うん、偽情報かもしれないじゃんみたいなことって当然気をつけなければいけない立場に、あったはずなんですけれども、そのサスマン弁護士が今回は私はそういう党派性のことで言ってるわけではなくて、もうそういうことが全く無関係に、もうあのなんか善意の第三者的なそんな位置づけの独立した、そういう党派とは全く関係ない、立場から情報提供したいというふうにメールで書いてきたから、それを信じたんだという、まあなんかそれ言い訳になるのみたいなそんな感じのことを今言い出したりはしてますね。でもまあ朝日新聞の記者が、はい、まあ、安倍政権に関するスキャンダルがあるっていうのを、まあ、警察庁かどっかに持っていって、うん、まあ、そんなん、まあ、バイアスかかってますよね、まあ、まずは疑ってかからないといけないのに、はい、でこれ具体的なこの内容っていうのは、うん、はい、これどういうガセネタだったんでしょうか。あ、そうですね、トランプ陣営とですねロシア の、 その民間銀行のアルファ銀行っていうところがあるんですけれども、うん、このアルファ銀行とそのトランプ陣営の間に怪しいやり取りの記録がありそうだと、いうことが、なんかその民間 の、 その研究者が、まあ、私もあんまり細かく分かんないんですが、ドメインネームサーバーの情報をこう漁っていた時に気がついてしまったんだと、でなんでこんな怪しい動きをしてるんだと、あのアルファ銀行の裏にはプーチンがおそらくいるんだろうと、プーチンとつながるための秘密の回線みたいなものがこのトランプとこのアルファ銀行の間においてあるんだみたいな、まあ、そういう感じのことがですね、こう言われてたということになるわけなんですね。でもこのガセネタは、まあ、すぐフェイクっていうのが判明したんですよね。はい、そうです、そうです、もう完全にすぐフェイクだということは判明して、で、まあ、そういう話があるから、あ、まあ、その専門の捜査官に、まあ、こういう話があるから、まあ、調査をしてくれという、ことでもって、そのまあ、FBI の捜査官が実際に調査を行いましたと、そうしたらいやいやいや、こんなのもガセでしょみたいな話というのをもうすぐ結論付けて、もう自分たちもすぐ結論付けたんですみたいなことを実は今回の裁判で証言として出してたりするんですよね、うん、トランプは完全に白で、黒なのは民主党陣営と FBI なわけじゃないですか、うんうん、そうです、そうです。で、まあ、この追及される側としてこの、うんうん、
この2社の間でこう責任のなすりつけ合いが起こっているという話なんですが、そうなんですよ、これが面白いですよね、うん、まあ、先ほどのその米韓首席顧問、はい、FBI の、 あの首席顧問であるジェームズ・ベーカーさん、この人がもうそのいやサスマンさんを今回私はもう独立した、ね、弁護士だということを信じたんですとかって言ってるのも、うん、もう自分のところにこの火の粉がかかってこないようにしたいしたいしたいということで、うん、もうやってるっていうのはもうそれはもう明らかな話だし、で、またですねその裁判のところに、当時のそのヒラリー船体のそれの責任者だった、ムークさん、ロビームークさんという、人がいるんですけれども、このロビームークさんがですね、いや、あの、これについて、真実性については、まあ、陣営の中でも、いや、これ、ちょっとまずいんじゃないっていう話はあったんだけれども、でもこれをマスコミにリークして、大々的に報道させれば、絶対選挙に有利だから、これをやるべきなんだという最終決断は、ヒラリー・クリントンがやったんです、みたいな。そんな感じの話をしてきて、で、もう自分たちがやったっていうのがね、もうだんだん分かってきてる中で、まあそうやってこうヒラリー・クリントン本人の責任にしようなんていう、まあそんな動きも あったりはしますよね。うん、確かに、まあ、選挙期間中、まあ、選挙前に、まあ、アメリカってまあネガティブキャンペーンがすごいじゃないですか、はい、だからもうフェイクニュースでも何でも流してとにかく追い落として勝っちゃえばもうこっちのもんだっていうような考えがね、ある中で、ヒラリー確かに知ってたような気がしますけどね。そうですよね。だからもう本当に大誤算だったのは、はい、最後にトランプがなぜか勝ってしまったと、なんで勝ったんだと、全部自分たちが勝てば全てね、抑えることができるのに、どういう運命のいたずらかトランプが勝ってしまうということによってもうとんでもないことになった。だからトランプを何としても自由にさせないためにありとあらゆる妨害をやろうということで弾劾裁判までやったんじゃないのっていうのがだいぶ見えてきたっていうところもありますよね。これこのロビー・ムーク氏の証言が本当で、はい、ヒラリーが、うん、まあ、それ知ってて、うん、まあ、しかもあえて指示を出していたみたいなことが本当なのであれば、はい、これ逮捕案件とかに、ね、なってくる、ね、恐れもありますよね、というかね、そのもう目が少し出てきたのが私はねすごく面白いなっていうふうに思ってます。それから、まあ、その FBI とその民主党側においてのその責任のなすりつけ合いみたいな感じで言うと、サスマン弁護士も全部自分がこうね、お前が嘘をついたからこうなったんだっていう感じで FBI に言われていることに対してはもうそれをその通りでございますってなかなか言えないので、いや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 、私がね、まあ嘘をついてそうやって話をしたかもしれないけれども、うん、FBI は FBI で、ね、その FBI のその長官室があったりするのが、うん、まあ、7階にあるんだそうですね。で、まあ長官室だけではなく、その、まあそういう長官に次ぐような、まあ重要ポストの、その、人たちの部屋がもう7階になんか揃っているそうなんですけど、もう7階でね、もうこの話題で、大盛り上がり盛り上がってたっていうのは私たち情報として掴んでますよみたいなそんな感じのことをやって、つまり自分は確かにちょっと嘘をついてそういうことをやったかもしれないけれども、これに対して前のめりになって積極的にやったのはむしろ FBI なんだみたいなね、そんなことをまあ証言をするような形で互いに暴露合戦をまあやり始めているところもあるので、どんどんこれからもですね、この暴露合戦をやることによって、共にですね、ドツボに陥っていってくれることを、大いに期待をしているという、まあ、そんな感じになりますかね。醜い罪の押し付け合いではありますが、そうですね、みんな揃ってお縄になってほしいところ、そういうことなんですよね。はい、しかも今回、このサスマン弁護士に関する、裁判しか始まってないわけなんですよ。これからまだまだですね、こうお楽しみな裁判が、まあ、次から次に展開されていきますから、まあ、この中でどれだけやばいことが行われてきたのかというのが、まあ、どん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 こうね、
積み重なってくると、うん、ね、その2020年の大統領選挙の時にね、うん、私なんかも含めてまあこう憤りにね、うん、もう本当に打ち震えた人たちたくさんいたと思うんですけれども胸がスカッとするような事態が、うん、まあね必ずやってくるかどうか分かんないですけどね、うん、大いに期待できるようになってきたんじゃないかななんてね、うん、そんな風に、楽しみに私はしております。もちろんこれ過去の話じゃなくて、うん、まあ、今後例えば2024年の、うん、まあ、大統領選挙であったり、うん、まあ、今後と、うん、まあ、共和党民主党、うん、とか、まあ、トランプ、ヒラリーの今後もね占う上でこれ非常に重要な、うん、そうなんですよね、操作だと思いますので、ぜひこれ、うん、そうですね、とも直接今もうあれじゃないですか、今年の秋に、はい、アメリカ中間選挙があると。で今共和党の候補者予備選挙で共和党を誰候補者にするかっていうのがありますけれども、うん、これがトランプが推す候補者が圧倒的に勝ってるんですよね、うん、だからもうトランプ系の候補者じゃないとなかなかその共和党の中で代表になれない、うん、民主党と戦える候補者として選んでもらえないっていう状態になってて、うん、でその人たちが、まあ、今回選挙にバッと出て、そして大量の議席を取るっていうことになると、そのアメリカの国会においてもあるいは地方議会もありますが、うん、そこにおいて圧倒的にですね、トランプ派が強くなるというのはこれまたねちょっとね楽しみなところですよね。ということで我々もこちら、はい、メモを見ていきましょう、うん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。